チームメイトの若い選手とかって J リーグに興味持ってたりします？マレーシアでも一人だけ日本に行ってるんで、まあ、グリラムの時のスーパーチョックってやつがいるんですけど、うん、ミチェル・デュークとか清水にいたフォワードがフォワース何でもありますよ。何でもある？はい、何も困らないですね。家の前がこれ川なんですけど、川、へぇ、めっちゃいいね。すごいなすごい、120円ぐらいなんですよ。へぇ、いいな。やっぱり会計とか結構驚くぐらいするんですけど、日本ではなかなかない、なかなかないってないじゃん。俺らこういうのもちょっと อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification